皆さんこんにちは、えー、私は経営システム工学科教授の、えー、宗近正彦と申します、えー、私の研究室は、えー、品質マネジメント研究というのを専門にしています、えー、これから少しお時間をいただいて、えー、私の研究室の研究内容の紹介をしたいと思いますで私の研究室では <laughs>、えー、質の向上を通じて、えー、社会に貢献するということを目指してですねいろんな研究をやっています でえーえー、私の研究室でやっていることを、えー、まとめますと、この1枚のスライドになります。で、えー、品質マネジメントっていうのはどういうことなのか、それからいくつか事例について紹介したいと思います。えー、これはあ、このスライドでは小さいので、えー、次から拡大してご説明したいと思います。 でまず皆さん品質とか品質マネジメントっていう言葉は聞いたことあると思いますが質が良いいってどうううことなんでしょうかね、えー、それはみんなが喜ぶお客さんが喜ぶ満足する製品これが品質が良い製品ということになりますで、えー、もちろん不用品であったらお客さんは満足しませんから、えー 不良品を出さないような活動も重要ですけれどももっと重要なのはお客さんがどういうことを望んでいるどういうニーズがあるのかでそれに沿った製品の企画とか開発これができるということがとても大事になってきますえいくつか事例を紹介しましまょう、えー、私の研究室では製品の質や医療の質組織の質に関して研究を行っています。 で、えー、製品の質に関しては例えば、えー、こういうパッケージであれば、えー、大変持ちやすいとかあるいは買いたくなるようなパッケージであるとか、えー、食べ物であれば非常に味とか食感がいいとか、えー、いろんな応援機器であればボタンが押しやすい使いやすいといったような、まあ、お客さんが喜ぶような製品をどうするかどういうふうに開発したらいいかと。 それに関するいろんな手法とか考え方そういうものを開発しています。それから、えー、製品いわゆる工業製品だけではなくて医療に関しても、まあ、あのまあこれは患者さんが満足するっていうのはどういうことかということになるので、えー、患者さんが満足するような良い医療ですねそれを提供するためにどうしたらいいかということを研究しています。 えー、例えば、えーえー、製品では不良品に対応するような医療事故ですよねそれがあってはやはり、えー、望ましくないですから、えー、どうやったら事故が防げるのかなぜ事故が起こったのかどうやったら事故が起こらないようにできるのかそれを病院と一緒に、えー、共同研究をして、えー、より良い医療の提供というのを考えています最近では、えー、医療の中でも 災害医療ですね日本はこういう風に地震が大変多く起きたり最近も集中豪雨によっていろんな問題が起きたりしますあるいはコロナなんていう問題も起きたりしますそれでそれは単に一つの医療機関で防げる問題ではないですから地域を巻き込んでそしてそこでマネジメントシステムを作ってどうやったら災害に強い地域 それから災害医療を提供できるかそういうことについても研究をしています。そして最後が組織の質に関すする研究ですこれは企業なんかがどういうふうにしたら競争優位に立って儲かる企業になるか。 そういういいことに関ししてて研究をしているものですで。特に私は専門が品質マネジメントですから品質マネジメントに関わるいろんな仕組みそれを、えー、企業と共同で研究してお客様が満足するような製品を作るような組織活動経営活動っていうのはどういうことをやっていけばというようなことですね。で、えー、特にマーケティングとかブランドイメージを上げていくにはどうしたらいいかと。 いうようなことも研究をしています、えー。非常に短時間の説明で分かりにくかったかもしれません。で、えー、こういう内容について、私の研究室のホームページで、えー、詳しく紹介していますので、ぜひ一度覗いてみてください。どうもありがとうございました。